内場社湖はケニアにある淡水湖である。ナイロビの北西にあり、内場社の町は湖の北東端にある。この湖はグレートリフトバレーの一部である。内場社の名前は地元のマサイ族の言葉で荒い水を意味する内ポシャに由来する。ここで突然の嵐が起こることがあるからである。湖の面積は139平方キロメートルであるが、これは 高雨量に大きく依存する。周囲は64平方キロメートルの範囲に及ぶ小宅地である。この湖は標高1884メートルにある。湖の平均水深は6メートルであり、最も深いところはクレセント島にあり、最大で水深30メートルである。一途、内場車この周りには、 オルドイニョエブルルが北に、オルカリア火山帯とロンゴノット山が南に、マウエスカープメントが西に、キナンゴップ平原とアバーディア飛山帯が東にある。3200平方キロメートルに及ぶ広い、周水域を持ち、東のアバーディア山脈に降る激しい雨の大部分が、流入する。このことが、近隣のエルメンテータコやナクルコが、強アルカリエン湖なのに対し、 内場車庫が淡水湖である理由の一つである。主な流入河川は、まは側とギルギル側である。内場車庫には、地上の流出口はないが、消失分のうち30%が地下水となって、流れ出していると考えられている。内場車庫は東リフとバレエの谷底の中で最も高い位置にある。ジョロは渓谷はかつて内場社湖の流出口を、形作っていたが、 今では、湖より高い位置になり、ヘルズゲート国立公園への玄関口となっている。内場車湖の東端部には、直径約1 5トルのマールがあり、円形の丘の部分が、クレセント島となっている。西側には2つの、小さな湖があり、南西端に隣接する、オロイデン湖と西にわずかに離れた、ソナチ湖である。クレーターレイクゲーム保護区が近くにある。 内場ャコのカバこの湖には、様々な野生生物が生息している。400種以上の鳥類が報告されていて、それは、トキ類、三色ウミワシ、オニアオサギ、アフリカハゲコウ、水鳥などである。湖の近くでは、キリン、霊洋、カバ、オグロヌーなどが見られる。1937年から1950年までの間、 イギリスのサウサンプトンから南アフリカへ至る、インペリアルエアウェイズの旅客、郵便航路に着く飛行艇の着地場所として、湖は使われた。それは、キスムとナイロビを結んでいた。ナイバシャ岩は、ヨーロッパ移民の住民の多さで知られている。野生のエルザ・ボーン・フリーの著者であるジョイ・アダムソンは、1960年代中頃に、この湖の岸に住んでいた。小岩には、 二つの世界大戦の間のハッピーバレー時代に悪評を得たジンパレスもある。それは今ではオセリアン社の切り花農場の一部となっている。柿園芸が湖の周りでの主な産業となっている。しかし、灌えのために統制なく湖水を使用したことが湖の水位を減少させケニア国における関心事になっている。 湖での漁業も地元住民の雇用、収入源である。湖は水位を大きく変化させていて、1890年代には、ほとんど完全に干上がった。再び水が満ちたが、水位は今再び落ち続けている。1981年、内場社庫に、最初の地熱発電所が運転を始め、1985年までに、 この地域で45メガワットの電力が発電された。内馬車湖の水位は1945年に水深0.6メートルに達したが、水位は再び上がり、何回かの下落を繰り返しながらも、1968年には最大水深が6メートル近くに達した。1987年にもう一度大きな水位の減少が起こり、 固定から225センチメートルにまでなった。1987年に湖の水位の減少が地熱産業の将来についての不安を増やし、内場社庫の地下水がオルカリアの地熱貯留層に吸い取られているかもしれないと推測された。今後、湖水の減少は地熱産業の将来に影響するだろう。ありがとうございます。